ダウ9万で5人制の試合をするとしたらどうなるか考えてみた。ダケマ上原です。ダケマ中島です。はい、お願いします。お願いします。萌子に来ていただきました。ありがとうございます。5人制の試合、はい、あの先方、次方、中堅、副将、大将っていうやつ、うん、あれかっこいいじゃないですか。名前のね、雰囲気がね。そうで、それを考えたいなって思いまして、はいはいはい、でそれを考えるにあたって今回は強力な助っ人として萌子を呼びました。あ、私が、はい、ありがとうございます。なんといっても剣道のね、経験者ということでやってました、はい、中学校の時3年間、うん、まあ、3年間しかやってないけど、ああ、その時はもうめっちゃやってた。ずっと剣道ガチガチ。わあ、福岡が、うん、私たちの時はもう全国1位か福岡にいたのよ。そうだから、うん、もう全国1位と県大会で当たってた。ああ、なるほど。もう多分福岡としては強い県として、じゃあもう県大会勝てたらもう全国行けちゃうぜみたいな感じ。あ、でもそう、まああまりにはやっぱ1位だったから強かったけど、うん、3位決定戦かな、うん、それでもう当たっちゃって、うん、もう負けちゃったんだけど、うん、なんか終わるのは早かったから。あ、なるほど。1位と当たっちゃったから。ね、もうその5人制の試合を考えるにあたったよ、もう、はい、うってつけということで。確かに私のいた学校の、うん、5人制のポジションのイメージで考えたらいいってことだよね。うん、そう。じゃあ早速、こちらですね。はい。作ってきました、表を。素敵。ね。はい。で、ここに、うん、先方、次方、中堅、副将、大将にしたい人を順番に貼っていくっていう形で。うんうん、もしこの人が剣道やるならこうなってるだろうなみたいなぐらいってことね。そうはいはいはい、オッケー。え、私なんか一緒になる気がするんだけど、どれくらい被るだろうね。ね、まあわかんないからな、うん、そんなにパターンが多いわけでもないし、あと私たちの中のスタメンは誰になるのか。ちょっと怖いところ。3人どうしても漏れるから、ね、じゃあ先方から行ってみましょう。オッケーです。はい、せーの。あまさかの最初から。最初からか。おいおい、一緒かい。まずそもそも5人制の試合にのどうやって考えたらいいかって剣道が分かんないから、はいはい、俺はもう手にプリで考えるしかないなって思った。え、何、手にプリも5人制の手にプリは、なんかそう、なんかね、ダブルスダブルスで戦って、うん、シングルスシングルスシングルスで3本選手なの。そうなんだ。そう、俺の中にある、何か順番を決める5本勝負がそうテニプリしかなかったんだけど、はい、やっぱとりあえずまずね、とりあえずまず行けと、まあな、とりあえずまずそうだ、行ってこいという感じ。はいはいはい。その私は、うん、ま、剣道において先方はやっぱり、ま、ゆうたさんが言った通りどの場合もそうだと思うけど、まず勢いがある人なの。あ、なるほどね。やっぱりもう心理戦も入ってくるから、うん、もう一発目からやったるぞみたいな、もう流れを作ってくれる人じゃないといけなくて、まあ、負けても勝っても、うんうんうん、ってなるとやっぱり園田さんのまず大きい武器として声がでかいの。あー、なるほど。これは、うん、なんかもう単純に見えてめちゃくちゃ強いことなの。そうなんだ。やっぱ声の大きさって剣道で大事なんだ。そう、心技体だったかな。ちょっと違かったらすみませんなんですけど、審議隊っていうその審判の人がカチッってその1本入りましたよって審判の人が上げたら1本入るんだけど、それは綺麗に当たってるっていうのと、その心の面でコテだったらコテってその入れたぞってしっかり言わないと入らない。で、まあ、ちょっと変な話、めっちゃ声が出る人って1本入りやすかったりもするの、うん、なるほどね。人間が審判やってるから。うんうんうん、だからそのたまにちょっとね、そういうトラブルもあるのよ。入ってないのに相手側があまりにも
入ったようなコテの言い方をするから、うん、審判が上げちゃうみたいな。まあそれは審判として良くないことだけど、でもそれくらい剣道において声ってめっちゃ重要なのね。なるほどね。もうそれが多分園田さんは一番最初に出してくれるんじゃないかなって、うん、だってあれだよね。だって仮にさ同時に入ったとするじゃん、うん、あるかわからないけど、まあまあ、そしたら声がでかい方に多分上げるでしょう。まあ、そう、その話でいくとあまりにも見てない審判だよね。あとやっぱ監督がさ、まあ、私たちで言ったら誰かわかんないけど、このダウ中学校にはこの監督がいるわけじゃない、顧問として、うん、多分顧問がその園田さんにもう勢いつけていってこいって言った時にの演出を受けた時の園田さんはすごい強い気がする。あ、なるほどね。俺はその熱くまっすぐ行くのが役割なんだって分かった時の園田さんすごいいい気がする。じゃあこれはもう絶対にそうだな。そう、勢いやっぱ最初はね、うん、園田だよね、うん、最初は園田、うん、でもまあ園田だからちょっと一旦引き分けだね。そうね。じゃあ時報いきますか。うん、せーの。おっ、おお、変わった、変わった、やだ、靴の音が変わった、やだ。お、じゃあ私、はい、時報なんだ、なんか、ま、恥ずかしい。時報、いやでもね、その時報が一番やっぱむずくて、考え方が先方中堅大将がさ、そうだよね、やっぱなんかその目につくじゃん、たまにあるし、そうそう、ってなった時の間2つの中でもここってなんか、はいはい、そうだね、そう、うん、難しい、そうっていうところで、このつなぎの間の部分で行く萌子がやっぱ一番うまいんじゃないかっていう、うん、人と人との間をつなぐ感じというか戦いの場においてもありがたいですけど、どういうこと、その勝ち負けを書くと中堅に流れを持っていけるみたいな。そうそうそう、ここ相手どうこうっていうよりも、うん、この先方時報中堅の流れの間に萌子がいるとすごい安心感があるなっていうイメージ。はい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 。で時報にしました。じゃあもし園田さんがめっちゃ負けて帰ってきた場合、私どんな感じ？むずめっちゃ負けてイメージとしていく。いやでもそれで言うと、うん、そのポジティブっていうか、はいはい、そのここでめっちゃ死んでも、うん、萌子がめちゃくちゃ盛り上げてくれるだろうなっていう、逆に声出して頑張るみたいな。そうそうそう、なんか明るさもあって、その、はいはい、ここでもし負けても、うん、そのままその落ち込むことはないだろうなっていう。あ、確かに園田さんがすごい落ち込んでるから励まさないとか思うかもしれない。そう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 、なるほどね、うん、沈まないだろうなっていう。ありがとうございます。スタメンに選んでいただいて、スタメンです。じゃあ靴の、まあ靴のっていうか、まず私の学校の、うん、で教わった時の時報のイメージは、うん、どうとでもなってもいいポジション。なんていうの、その、ああなるほど、一応一番みんな大事、スタメンだからみんな大事なんだけど、うん、ポジション的に一番、うん、一応負けてもいいの時報は。ああそうなんだ。そう、私の学校ではその成長枠の人が入ってたの。ああなるほどね。まあそうだね、そのそれが実力っていうより、私は靴内のが剣道した時に多分あの子やられるのとか嫌じゃん。だから素直に剣道そんなに好きじゃないかなと思った。あーなるほど。でも、うん、カツナが、うん、もしスイッチ入った時強いだろうなって思って、うんうんうん、その浮き沈みがあっても一旦大丈夫な時報かなっていうのがカツナにあって、ね、でももちろん勝ったら最高なわけじゃない、うん、園田が勝ちだとして、うちの園田が勝ったとして、うん、それは時報が勝ったらもう2人そう勝ってるから、それはありがたいんだけど、その靴間の成長を見込んで、うん、その試合には出させてあげたいなっていう。勝ったら絶対にめちゃめちゃ勝てるからね。そうそうそう。どういうことか分からんけど、まあ、そう、その良くなったらめちゃくちゃ勝ってくれるっていうのが確かに、うん、これからの人ですね、靴間は。ハマれば強い人。そうそう。じゃあ、じゃあ中堅行こう。ここもなんか一緒な気がするな。お、行く？うん、せーの。おー、違う、違う。楽しい、楽しい。お、違うんだ、はい、中堅はすみさんにしました。お、え、聞きたい、なんで。そのなんかその
5人戦のなった時に、はい、やっぱ中堅からがやっぱ絶対に負けられなくなってくるなって思ったんですよ、うんうんうん、そうだね、まあそうなんです、そうだよね、だからその個人として強い人たちがここから行った方がいいのかなってなった時に、はいはい、その蓮見さんが剣道をやってた時に、うん、そのイメージがデータキャラだったの。データキャラ、はいはい、知識量で戦うというか相手の情報をたくさん持っているとか、そのなるほどね、そう相手の情報をもとに戦うみたいな、強豪校のビデオ見たりとかしてみたいなですね。個人戦になった時に最初に来るのはやっぱデータキャラだよなっていう、その他にもいなかった中堅になれる人は。中堅はね、中堅は迷わず結構蓮見さんにした な、 そうなんだ、面白い、うん、なんかボロ負けして帰ってくることないだろうなっていう、うんうんうん、っていうのが真ん中にいたら頼もしいかなってことで、うんうん、はい、はい、じゃあ私は吉井吉原なんですけど、はい、私の中のイメージでは中堅が2番目に強い人が来る、まあ、一旦性格置いといて実力的に、うんうんうん、もしこの試合で、うん、ユータチームが園田中島が勝っちゃうと、うん、次吉原が絶対蓮見に勝たないと負けちゃうわけじゃない。ああなるほどね。でそうユータさんが言った通り、うん、一旦中堅から勝敗が関わってくるポジションだから、うんうんうん、まあ、確実にまだ強くないといけないっていう、うん、その安心感を与えられる人っていうのでレナちゃんかなっていうのが私の中にあって、でゆうたさんの感覚で言ってた感じの話が、うん、まあ、私は副将に一番、うん、副将が一番なんて言うんだろう、勝敗を全て見て、うん、剣道の何本取ってるかも全部見て動かないといけないのが副将なのね。なるほど。じゃあまあ後で話すけど、その次になんか中堅はまず勝つことは絶対で、一旦考えるのは副将に任せてまず勝ってほしいっていうポジションだったのね。 だから2番目に、副将じゃなくて中堅が2番目に強いし、うん、ここがやっぱり私の中で中堅大将が強いところを置くイメージだったから、なんかレナちゃんはやっぱり体動かせるし剣道、ね、強いんじゃないかなって思う。その度胸もさあるし、うんうんうん、中堅一番最初に上がるプレッシャーもレナちゃんは受け止めれるんじゃないかなと思いました。確かに頼もしいからね、うん、安心どころだな、ね、ほんと、うんうん、レナちゃんのポジションは、うん、たまに園田さんすごい元気ない時もあるそうだね。その時やべえぞ、靴が逃げ回ってやばいぞでもまあ一旦吉原が行くからまあ一旦大丈夫、行ってこいみたいな感じかな。結構要だね。じゃあ、いやめちゃくちゃ要だと思う。副将行くか。はい、副将せーの、ドン、うん、おー、そうなんだ。いやー、面白い。まあそうですね、副将はやっぱりその堅物というか、その何ていうのそのなんか規律を重んじる人。規律副部長。あ、まあまあ、はい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 。部長は実力で立っててほしい、うんうんうん、確かにその副リーダーってそういう感じだよね。そうそうそう、うん、でその分緩い部分を副将に占めてほしい、うん、ほうほう、というイメージのもとたまちゃんかなと。あー、そうなんだ。でしかもやっぱ本人のパワーもあるし、そうだね、そう強いから、実力的な部分で、そうそうそう、だからもう そこのイメージですね。強い、その なんていうの、剣道が強いっていうか、はい、なんか人の強さ。うん、なるほどね。あ、じゃあどんなプレーなイメージなの？人の強さとか、そう、分かるは分かるんだけど、うん、それがそのプレーになるとどういう感じなのか。プレーになるとむずいな。これ、ま、マジでそのこっからずっとテニプリの話を俺はしてて、これそのあの立海中学校の真田っていう帽子をかぶった選手がいるんですけど、これが真田さんね。そう、真田さんは、はい、その大将がいないんですよ、その学校。その田さんがなってるわけじゃなくて、そうで真田さんは副部長なんですよ、その人は口癖がタルンドルなんです何それ。そう、
部内の規律をこう守るタイプなんですよ、うんうんうん、その人がどういうプレーをするかか、風林火山っていう必殺技があるよ。分かんない分かんない、火が出てくると何だっけな、あのね、なんとかは山のごとしみたいな感じでね、なんかね、赤いみたいな感じ、あ、全然わかんない、あ、ワンピース知らない。終わりましょう。いやちょっとそうマジでその、はい、この企画やりたいなって思ったのが、うん、ふわっとこの話をしたじゃない、剣道の話をした時に蓮見さんが大将じゃないって言ってたのよ。そう、それだけ言ってたっけ。そう、それだけ聞いてたの。あ、じゃあ面白いわって思って、じゃあ蓮見さんがここになる理由がめちゃくちゃ気になる。なんか私の中の服装のイメージは、うん、勝ちにこだわってない人がなれるというか、そうなんだ。なんか剣道の試合は、うん、分からない、中学校の時は3分間で日本選手で勝ちだったの、うん、だから3分間のうちに1本しか取られなかったら1本勝ちで終わるの。だからここで戦う時に勝ちは勝ちでも何本で勝ったかも重要になってくるわけ。あ、でもし例えば、勝ち勝ち引き分け負け負けだった場合、うん、勝ちの人数で言うと同数じゃない、うん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 、相手と。その時は何本取ったかで見るの。こっちが2本取って勝った、2本取って勝った、1本取られて負けた、1本取られて負けただと、うん、こっちのチームは4本取ってて、うん、相手チームは2本しか取ってないから、うん、私のチームの勝ちになる。総得点数みたいな。ああ、そういうことが分かる。副将はその戦況を見て、うん、自分は今もう守りに徹した方がいいみたいな。ああ、なるほど。そういうことを考えないといけないポジションなの一番。じゃあ面を取るっていうより面を取られちゃいけないんだ。時もある。うんうんうん。それこそ強いチームだとして、めっちゃ強い相手が副将にいたとして、うん、その人に挑まないっていう選択をできる人。相手によって自分が今何をすれば対象につなげるかっていうのを考えるのが副将なわけ。だからそういう意味で蓮見さんが一番その周りを見て、うん、俺はどうするべきかみたいなのが分かる人かなっていう。なるほどな。逃げっちゃ逃げじゃん、守りに徹するって、うんうん、引き分けってじゃなく、だから個人戦ではそんな人は全然個人では勝てないんだけど、うん、団体戦で自分の役割を全うする上で引き分けを選べる人が副将だなって思う。めちゃくちゃ蓮見さんじゃんなんかそう自分の勝ちと負けでチームの勝ち負けが決まるポジションに、なんかもう多分統計的にというかなってんだよ。もう大体やってると副将で決まんだよ。なるほどね。ああでもそうだよな、だって大体2-1になるもんね、そのどっちかの何かしらで、うん、そこで相手の状況を見て決めれるかみたいな、勝ち本数見て決めれるかみたいなのが一番問われる場所かなって思う。それで蓮見さん、おお面白い。じゃあ最後、じゃあもしかに大将、これもどうだろう、うちらも大将見せられましょうかじゃあ、大将、はい、せーの、わー最初と最後一緒じゃん、うん、いや、これはでもそうでしょ、まあ、確かにね上原チームの井原の話を聞かせて、うん、いや、これは、だからずっと話してる立海中っていうそのセミプリのあのチームがいるんですけど、これがその、まあラスボスなんですよ、うん、テニプリにおけるラスボスの学校なんだけど、うん、いないんですよ。だから基本いないのこの人は。学校にってこと？どこにいないの？試合に出ない。ああ、はい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 。だからそのこの人だよね。そのサブリーダー。こうなったりするわけ。はい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 。こうなったりするんだけど、でもじゃあ本気の立会中は、うん、ここやっと満を持して出てくるわけ。だから普段いないんだけど、なんかでもその何立会中は病気でいないんだけど。うんうん、こいつはその普通に来なくてで、その伊原は伊原は普通に来ない、うん、でその体育館で試合が行われています、はいはい、もう始まってます、はい、副将まで終わりました、大将戦になりました、やばいぞみたいな、なんだってざわざわざわってなったら、うん、あの2階からいやいやいや、お待たせしましたって、審判が許さないから、なぜか2階からね、礼儀を重んじろ、礼儀
よ。送りましたっつって、うん、なんか来て、うん、こいつがなんだあいつはっつって、ね、そう絶対 2-0 で勝つみたいな。いや最強やなやつやなやつラスボス枠です。なるほどね、はい、剣道の単純な強さで言ったら、うん、なんか一番やっぱ強そうなのはやっぱ、うん、そうだね、戦う系においてやっぱり行やそうっすね。っていうのでいくと、そのたまちゃんここに置いた理由はその2番目に強そうだからっていうのがありましたね。マジの喧嘩とかで2番目に強そうなのがたまちゃんだったっていうのがあってこうなりました。私の伊原ですね、はい、だから私の中の大将のイメージはそのさっきの流れの話で言うと、もう大将はもう勝つ人だもん。もうああもう絶対に行ったら大将まで行ったら勝つ、あそこまであいつまでつなげばこっちは勝てるっていう絶対的に信頼を受ける人が大将なの、うん、うちらからすると、うんうんうん、まあ、そうなった時には絶対にもう戦いの場で強いだろうっていう伊原と、そのやっぱそうだよ、戦ってる時のプレッシャーみたいなのを跳ね返せるんじゃないかなって思うね。そうだよ、その自分の中のその強さにしっかりとした芯がある人だから、いい意味でチームのことを考えずに勝ちに行ってくれそう。だから伊原がどうせ勝つ、伊原は勝つ強いから、ここでなんとか伊原につなごうっていう感じかな、チームとして。なるほど、うん、そういう意味での、まあ、私たちも一緒だけ圧倒的強さ、そう圧倒的強さ、強さの種類こそイメージこそ違うけど、お性格とかじゃない強さ強さ、いやここが一番迷わなかったな、最初に決まったかも。なんなら、あそうかも、ここが最初、ここがめちゃくちゃ早く決まった。おなるほどね、うん、ここはあでもはずみさんかな、あそうなんだ、揺るがないかも。あとはまあみんなよっしーが大将でもって思ったけど、うん、やっぱそのプレッシャーとかヨッシーもちゃんとなんかヨヤ君が全くないみたいになっちゃうけど、その周りを見てさ、うんうん、あの優しい子だから、うん、か もっと明らかに勝ってくれそうだなと思った。ヨヤ君が3年生で2年生だな、やっぱあそうそうそう、次のリーダーみたいなね、そう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 、そうそんな感じ。これはあるスタメン出たね、スタメン出ました、こちらになりましたね。じゃああれですか、スタメン落ちしたメンバーですかいやでも、はい、俺はそのスタメン落ちはスタメン落ちなんだけど、はい、その迷ったんですよ。そうだよね、迷ったところがありまして、うん、まずあのこうです。おーいっぱい来た、先方に、ベンチ2人、うん、吉原と忽那、はい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 、これは理由がほとんど同じ、うん、園田さんと吉原は理由が同じで、吉原もやっぱ圧があるので相手をビビらせられるんじゃねえかっていう、うんうん、その普段は置いといて役割でその圧を与えてくださいって言われた時はレナちゃん強いよね。そう行くぞってなった時のレナちゃんはやっぱその誰来てもいけるじゃん、うん、誰来てもいけるじゃん、うん、本当に。でも分かる分かる、レナちゃんも私先方ありえるなって思った、うん、そう、うん、でもなんかもしこれ今男女混合じゃない、うん、一応、うん、なんかレナちゃんがもし先方に好きな男の子が来てたらちょっとレナちゃんはそこまではいけないかも。なるほどね、なんか園田さんはもう泣きながらもなんか言われた通りに、うん、そう確かにそうだね、えなちゃんはあれだね、強さは関係なくいけるけど、うん、そのなんかピンポイントでドンピシャな人来たらみたいなのはそうな、相手でもしかしたら好きな人来ちゃうかもしれないから、うん、もう園田になんかえでも忽那はですね、どっちに転がるかわからないじゃないですか。そうだね、確かに それは同じイメージだよ。忽那がもし先方で勝ったら、うん、絶対に勝てると思うんですよ、この試合。え、どういうこと？どっか見みたいなこと？どういうこと？そのなんだ、強さ見てこいと。ギャンブル枠っていうか、最初に人としてはじゃあ使い方は一緒だね。あ、そうそうそう、うん、使い方一緒。で、それを先に投げて、はいはい、先だったら 0-0 だから絶対に。あ、まあ、次で盛り返せばいいから、ね、確かに。そう、ここでもうその勝ったらめちゃくちゃ勝つし、うん、負けたらまあしょうがないかで帰ってこれる
人をもう最初にぶち当てちゃおうっていう枠、ギャンブル枠です。なるほどね。勝ったらそのもう現実的なその戦術とか関係ない、うん、勝ったら絶対に勝てます流れを作ってくれるんだ。そう、勝ったらね、勝ったら、うん、ああダメだった、ある時もあるけど、そう、大体そうなるほどね。もう最初にギャンブルしちゃうんだ。そうそうそう、ゴルジョン。そう、だって一応なんですけど、ね、僕は一応あのここでここで迷いました。うちら敵だったんだポジション争いしてたんだあ、でもゆうかさん自分は分かる分かる、うん、その中継ぎのイメージで、まあ、中継ぎかな、うん、俺っていう感じちょっと私もいや違う、なんですけど、いや だからスタメンなんですよ。あ、ありがとうございます。そう、だから僕はベンチなんですよなるほどね、はい、っていう感じで。ベンチメンバー何かありますか？一応あるんですけど、はい、内上、はい、たまちゃんが、たまちゃんも割と迷ったんだけど、うん、先方かな。おお、先方と次方で迷ったのよ、たまちゃん。ああ、なるほど。たまちゃんってそのさ、すっごい心を開いてくれる時と、うん、全然開かない時があるじゃない。あ、はい、うん、その、まあ、たまちゃん今日イライラしてるあ、今日たまちゃんいっぱい喋ってくれるって、はい、なんか、それを行ったり来たりって感じ、うん、先方と次方で。あ、なんか、たまちゃんがイエーイって時は先方行ってこいって感じで、たま、うん、ちゃんがハンってしてる時は、うん、ちょっと地方でそのイライラぶつけてきてくださいよみたいな感じ。あ、難しい。そう、だからタマちゃんはやっぱその時のコンディションがすごい重要になってくる選手だと思うから、うん、そうだね、確かに。だからすごいここで迷ってて。当日で変えられるんですかそれは？あ、そう、だから、あ、いけるんだ。あ、事前登録とかない？いや、ギリなかったと思うけどな。それこそ剣馬ではここにもう2人いて、まあ、うちらだったらこのベンチメンバーも登録するのよ、ここで。めっちゃ裏返ってますここで。で、試合直前まで行けたか覚えてないけど、うん、入れ替えは可能だった。へぇ、まあ、それこそ怪我しちゃうとかさ、いろいろあるじゃない、うん、だからベンチメンバーに必ず入れといて、うん、そのいわば秘密兵器じゃなくて、なんだっけ、あのダークホースみたいな、こいつが血玉。ああ、そんな感じ。たまちゃんがすっごい調子がいい時は園田さんよりも先方らしい動きをする気がする。ああ、なるほどね。そういうイメージかな。ちょ、なんか靴のはもう、まあ普通にも挑戦枠ではあるから、全然たまちゃんの調子よかったら全然こうなるし全然それはその方がいいだろうってなるし、やっぱ剣道ってまあどのスポーツでもそうかもしれないけど、割とその時の心情、性格によがすごい出る競技だと思ってるから、たまちゃんのコンディションを見て決めたいなって感じ。なるほどな。逆にたまちゃんもそう、いろいろ動ける。あ、便利、便利枠だ。じゃあ意外とゆうたさんはね、うん、ゆうたさんも迷うんだよな。なんかゆうたさんは、うん、そのゆうたさんだけで見るとそれこそ時報の感じもするんだけど、一緒で、うんうん、私あ靴だと。でも監督からの作戦を伝えられた時にそれを実行するっていう力がすごいある気がする。ほうほうほう。だからゆうた子で見ると、うん、ちょっとスタメン落ちしちゃうんですけど、はい、そうなるとゆうたも先方を副将らへんいけるのかなって思って。その、あー、なるほど。もう勢いよく、ただ勢いよく勢いつけるために先方行ってこいって言われると、うん、いける気もするんだよそれこそ副将で、はすみさんはもう監督に言われなくてもできそう、副将としての役割。でもゆうたさんは分かんないけど監督に言われた時にそれを理解してやる能力が一番高そう。あー、なるほど、はい、なんか、はい、靴のとかはさ、監督にもし靴のが副将だった時に監督にこうこうこうで、あ、2本取られたら負けだから絶対1本に抑えてこいみたいな話でもみたいな、ほら時間だから行ってこい。その監督がその作戦伝える時間とかも特にないのよ、試合の時間に。そうなの。こそっと耳打ちぐらい、だから分かってるなぐらいのもう時間しかないの。クスナとかにそういう時間はないじゃない、うん、でもゆうたさんはちょっと言えば分かってくれそうあ、そういうその作戦を実行する力に長けてそうかな。そこに合わせて、まあ、演技が上手とかそういうのあるじゃない。そういう意味も込めての作戦で動くゆうた指示待ちいやすごい悪いように言うじゃんそういうことじゃなくて、かな、その自分の中のスタイルはそんなに難しく剣道に
じまちじゃねえか。剣道に置いてだって、うん、私ね、うん、で私はでも正直そのやってたから、うん、むずいというか、ああ別にそれでも全然でも私一応副賞だったんですよ。おー、なんか副賞が好きすぎて、うん、副賞の話ばっかりしちゃうから、今ここで私はここにいるのはすごい恥ずかしくてだから副賞なんですよみたいな、なんかそういうことじゃなくてだから私は副賞なんですよ。そう、もう恥ずかしい、最悪最悪その副賞っていうポジションがすごい好き、なんか縁の下の力持ちみたいな、うん、イメージだね。そういうことでもたまちゃんのこと言ってた時もそうだけど、大将がやっぱメインでドーンっている中に実は裏でこうしてますよみたいな人がつくイメージ、うんうんうん、どうだろう今で言ったら、まあ、だからまあでも一応そう副賞だったんですよ、うん、副賞まあいいか自信もまあ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 おまけとして副賞だったんだよっていう。でも私なんかそのデコテっていう技があるんだけど、ほう、おい来いよおい来いよみたいなことをするのね、始まってこれ剣と剣、うん、そしたらちょっと頭とか見せちゃったりして、相手の目を誘った時にコテって打つ、うん、相手に技を誘って動いた瞬間に技を行くっていう技があって、それがすごい好きだったの。なんかちょっとなんか意地が悪かったのよあなんかうい、ん、うい、んうん、みたいな感じの技が好きで、でもそういう威勢が悪い感じの技の数だと自報復唱が多分自由にできて楽しかったんじゃないかなと思う。なるほど、ということで卓球は5番勝負がこんな感じになりました、はい、ちょっとベンチメンバー外すか。あそうだね、スタメンはそう、ベンチメンバーになると一気になんか言いにくくなってきてベンチっていうかね、そのこういう役割もできるよねこの人っていう、これで戦ったらどうなるかもやっぱ気になる。確かにここどうなんの、その場その場、いいはらいいはら、おのおのの園田のコンディション次第でしょう。確かに分かるな。だから私もなんか靴なり舐めてかかって、うん、なんかめちゃくちゃボロボロにされる人かもありそう。なんかいざこうやって戦ったら靴がめっちゃ強いじゃんみたいな、あるある、ここも目が離せないなこの中堅目が離せないな、うん、いや私ここちょっとやっぱうちのハスミを勝つ気がする。ああ、こうなったらタオちゃんやっぱ騙されやすかったりするからさ、ハスミさんのもう誘導にもうタオちゃんがこう言ってあーってなりそう。ええもうタマちゃんっていうか真田枠なのそれを知らんけどなんかでもあのゆうたさんが言ってることもすごい理解できる私の枠だもん。よかった、うん、やっぱその先方で一回そのギャンブルをできるのはいい人ですね、いい観測です。ちょっと私は保守的に走っちゃった今回反省。いやでも面白かったな、やっぱ戦術がやっぱ 5番勝負にしてはやっぱそれ以外にもやっぱ本数とかになってくると。そうなんだね、ちょっともっとうまく喋れたらよかったんだけどそうなんだ、その本数と勝数かな、勝ち人数バランスを見ないといけないんだよね、剣道の試合は。ここの戦術が聞けたのがやっぱちょっと楽しかったですね、ここが知れた。学校はそうでした、うん、はい、ということで、ぜひね皆さんの5番勝負ありましたら、うん、教えていただけたら幸いでございます。あどっちが勝つか、あ、ね、どっちが勝つと思いますか。その監督力をそうだ、監督だからね俺ら。ということで、以上です。ありがとうございました。